赤大好き、レッド社長ことタモでございます。と、前回こいつを作ったんだよね。いい感じだろ。ちなみに、大きくなってるね。あいつ、大きくなったから、ちょっと手綱返してもらおうか。ちょっと、す、ね。もういい、もういいよ。はい。ね、どうぞ。でね、整地しました。より大きく広く。ね、あ、ゴレムスの塔を作るためにやめてね。そしてね、頑張ったよ。動画に映ってないところでね、さすがにこれを動画に映すわけにはいかないと思って、時間がかかりすぎるっつって、こちらって、この松明を置いたところつうか、そのこのもう土台作った土台、ここもう整地したよ。あのもうこう綺麗に平らにするためにね、こういう段差掘ってたらね、どんどん下の洞窟につながっちゃって、何回も落ちたよ。危なかったよ。死にそうだったよ。まあ生きてるけど。で、木もね、結構この辺生えてたんで、ここに生えてたんだよね、一本多くが。チャッカーマンで火つけてね、ちょっと整地して、こっちチラッと見たら、この辺一体がブワーッつって燃えちゃって、必死こいで止めたけどね、ここまで燃えちゃったんだよ。ここまで。これ燃えちゃってね、焦ってよ、ほんと。やべえ、さすがに、この辺一帯の木がなくなるのはまずいっつってね。ここからもさって侵入できるようになってね、ここをこうね、てん、つってゴレムスの塔の足元あたりに、こう出れる、入れるようにしておいたよ。まあね、この家建てちゃおうと思ったんだ、正直。今回。もしくはこうね、この小麦、かぼちゃ、サトウキビ、こっちに部屋作って、それ用の作ってね、そうすればここ幅開くから、そうすればね、この幅開いた分でね、ゴレムスの塔がすげえ建てやすくなるなと思って、場所もねこっちに詰めちゃったけど、もうちょいこっちにも寄せられるなと思って思ったけど、これ家の真ん前だなっつってね、まあしょうがないからここに建てるよ。建てるけどさ、竹を移動しようかと思ったんだけどね、材料はどう考えても足りないんだ。残念なことにどうやっても足りないんだ。びっくりだろ。おっと、でね、足りないからつってどうしようかつって、やばい、思ったんだ。赤いレンガに変わる他の赤いもの、なんかないかっつってね、考えてね、土みたいにどこにでもあって赤くていくらでも取れるっつって、取りやすいものっつって、赤いレンガに変わる何かもないかなっつって、ネザーの石があるじゃないかっつって、ネザーストーン、ネザーのあの筒みたいなのあるじゃないかっつって、掘ってね、準備して作ろうと思ったけど、社長持ってるのは9個なんだ、9個なんだ、123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 
ないんだ。あと一個持ってないんだ。だからこうした。ないから、ね、もう今回ネズ行こうと思って、ちょっと前まで、数分前まではね。いや、ごめん。嘘だった。数時間前ね。数時間前にこういうことやって、風呂入ってきた。ついでに髪の毛も自分で切ってきたよ。切って若干、右側が若干、やっちまったっていうぐらいざっくりいっちゃって。左側に比べて右側がざっくりいっちゃって、ちょっとテンパってた。さっきまで。うん。だから、焼きクソだよ、今回。だから、こちら何をするか。まあ、このね、こういうものがあって、ここに水があるっていう段階でも、お気づきの方もいらっしゃるかと思います。建物だけじゃない。社長が作るのは、社長が作るのは建物だけじゃないってところをお見せしようかと思いましてね。もう一度見ていこうか。よし、この登
読みにしてみて。あ、ちょ、ゴーレムスクープ。つまり。こう。さあ、何ができるのか知りたいか見せてあげよう。ドッパー。はい。こう。あれ。思ってたんと違う。ああ、そう。思ってたんと違う。ああ、そう。へえ。ああ。噴水をね、作ろうと思ったんです。今、中でバーってなってここ一回受けてから乗ったいなって思ったけど、そこ、ああ、浮いてるのはそれか。なるほど、これで浮いてるのか、一応は。じゃあ、段差の位置を変えよう。なんか浮いてるみたいで嫌だ。キャバンベビー、中心開けたいみたいなとこにないんですけどね。中心にも入ってったらなんか面白いなと思ったけど、中心に落ちていけない。次、しようね。そこでね、さあ、じゃねえよ。そうじゃね、上と下のターンを変えるだろうがよ。なんで同じ過ちを2回繰り返すかって。よしよし、よしよし、よしよし。ちなみにこの周りにある花何で全部揃ってんじゃないかって思う。大丈夫、大丈夫ね。あ、でもこのぐらい。あ、そうだよね、ここがずれてるんだからね、あっちもずれてるよね。そうだよね、ここも下、あの上と下がずれてるみたい。ダメだって、無理かべ。エリュージョン、エリュージョンエリュージョン消えた、消えたよ、ハーフブロックが消えたよ。アリアナが、おお、手にした。エリュージョン This is エリュージョン。アンカーもうちょい、アンカーな、もうちょいな。これここにも来てほしいんだ、俺的に。そのためのそれなんだ、無機的なあれか、慣れなのかな。あ、そうか、慣れだから来ないか、十字だから。十字か、十字ね、はい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 。やった、向こうしてみて、向こうしてみて、向こうしてみて。あ、こうさなくていいんだ。ここ、ここに、こう、ほら、ほら来た、こう、ほら来た。これ大丈夫かな、下、下のあの、あの下の段差が合ってない。なんか噴水つったはいいけどみたい。あ、今ちょっと早技は決まってるよ。やべやばい、あ、やべ、やっちまった。ちょっと水を返してます。あー、これ、あー、確かに無限、あー無限になってんじゃね。お、まず大元を止める。何、あ、何が起きている、何が起きている。元っぽい、元っぽいところ、元っぽいな。ちょっと、ちょっと、あ、こむけ、むけだって。あ、おしっけ、エルジュしてしまった、おしっけない。オッケー、下がれ下がれ、控えろ控えろ。この水どうしよう、もう見なくて。ほっ、どこだ、元はどこだ。あ、え、なんか真ん中いい感じに落ちてる、真ん中いい感じに落ちてるんじゃないよ。本当はいいんだよ。大量にやってメイクとかってやるね。ちなみに今回動画の最後で実験を行うので、それを楽しみ、楽しみに。まあ、実験というほどの実験ではないけどね。内容をお伝えしようという。はい、ダイナマイト作りました。砂を大量にゲットしてきて、あの家の足場を作りながらね、周り見てたら結構砂をしてんだっつって、そういえば俺砂持ってねえからっつって、取り行ってこようっつって取り行ってきてね。はあ、でさ、丸石、アイアンゴーレム作るに丸石も大量に必要だな、取るの大変だな、ツルハシ何個必要なんだこれはっつって、ツルハシだけじゃね、木の棒も取んなくちゃいけない、これは大変だ、一大事だっつってね、考えたんだ。爆弾を使えばいいんじゃないかってね、一気に行けばいいんじゃないかなっつって思って、待ってね、作ってみたんだよ。ダイナマイツ、やめろ、謝るな、足をつけ、落ち着いた、落ち着いたよ。お邪魔っぽい、お邪魔っぽいから、僕、丁寧に置いてこう、ちょっと、ね、ミスを止めなさい。はい、っほっ、OK、丁寧につって、ちょっとあの、不安定な、ほら、はい、あ、つけ、これを取れば、取れない、取れない。
よく取りなくちゃいけない。行くぜ。オフ。オフ。オッケー。オッケー。薬を直しつつね。直しつつこっち。オッケー、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 オッケー。これか、あれ。これ。ふっ、ダビング、キャッチ。オフ。キャッチしたけど。キャッチしたけど。これ、無限っぽい。そして。何も。なんだよ。世の中のために流されるんじゃない己を保つんだよな。どんどん話したよし、丁寧に行く。丁寧に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 見る丁寧オーライ丁寧に丁寧に行こう丁寧に行こうそう、丁寧に行こうちょっと高いんじゃないかな。届く。ここ配置するのはだいぶ適当に花は適当に並べさせていただきました別に黙ったやつはこういうところに受けさせていただきましてちなみにこの噴水の下は一マス分の空洞がありますここを置いて上にここのね違う違う掘ってこうしたんだだから若干の空洞があるこれ空洞で何か起こらないか心配だまあ分からないどう頑張っても分からないだろうってなるほどえあ、無限、無限。あ、無限水源を壊した俺。バカだな。何やってんだよ。こんな噴水、こんなバシャバシャの噴水。あ、危ないじゃないか。あ、この子供を死にろ。水源流れて死んでしまう。作っていてもらった。さあ、直すぞ。まず、ここだろ。間違いない。安定だ。一体返したな。バカだって、グッチを作っていけるだろ。これでこうして、こうで無限。無限水源。こいつはちょっと大変そうだぜだがその大変そうな部分を勝つことなく一尾始終見せる俺の勇気あ、そうここだなここだなほらほらここここあべっできてた、なんかあの角をやったらできたわやっとぜ村の中心に噴水ができましたほら、ね、囲いは作りません ここら辺ね、浅いから全然浅いから子供が遊んでも大丈夫この中心には行かないでくれこんな立派な噴水ができて終わったよ私は
あの石取ったらどうなるんだろうっていう若干の疑問はあるが、やらない。怖い。もうやだ。直したくない。めんどくさい。あんなのでね。あんなのでもう20分経ったの。嘘だろ。もう20分経ってんの。え、ごめん。